スティーブン・スピルバーグ監督、あなた、素晴らしいな。タカチャンネルの動画ショー。はい、こんにちは。特撮系カワダシ YouTuber のタカです。今回紹介するのはですね、特撮とは関係ないんですが ET という映画を紹介したいと思います。はい、こちらザ・エクストラ・テラストリアということで、はい、そうです、あのスティーブン・スピルバーグ監督が作った名作でございます。誰もが一度は耳にしたであろうその名作が、はい、ついにブルーレイ化です。もう見た人は多いんじゃないかなと思うんですけど、はい、スティーブン・スピルバーグ監督が送る、はい、SF ファンタジーの金字塔、はい、最高のデジタルリマスターとサウンド仕様で蘇る。ほんとね、音と映像が非常に綺麗です。すごく綺麗です。で、はい、特典映像がすごくね豪華なんですよ。はい、こんな感じで、未公開シーン、スピルバーグが語る ET、 ET 制作記録、スペシャルオリンピックステレビスポット、 ET の誕生秘話、キャスト&スタッフ再結集、ジョン・ウィリアムズによるオーケストラ式 ET 20周年アニバーサリー特別版プレミア、プロダクトギャラリー、オリジナル予告編、メイキングオブ ET というわけで、素晴らしいですね。はい、でこのね、1982年に公開されたんですけど、この映画日本では12月4日に公開されました。はい、なんとうちの奥さんの誕生日と同じ日です。すごいです。すごい偶然、びっくり仰天ですね。はい、というわけで、はい、こんな感じでスチールブック仕様の Amazon 限定版なんですよ。はい、アルミケース開くとどうなるか、こう、はい、そうです、ここに ET の顔がね、もうおばあちゃんみたいな顔でしょおばあちゃんみたいな顔でね、ほんとね可愛らしいんですけど、でもね愛嬌があってね、ほんとね優しい宇宙人なんですよね。ほんとにね、手を直してくれたりしてね、これ手を直してるシーンなんですよ。はい、少年と宇宙人の出会いを描いた作品なんですけど、まあ細かく説明しちゃうとネタバレになっちゃうんで、映画を見ていただきたいと思います。簡単に言うと泣いちゃいます。感動して泣いちゃいますから、本当に2回見ましたけどね、1回目僕泣きました。はい、奥さん大泣きしました。そんな感じでいい映画です。はい、いい映画なんで、もう見なきゃ損ですよ。面白い映画です。はい、笑っちゃうところもありつつ泣いちゃうところもありつつみたいな感じでね、ほんとね泣き笑い、人生そのものの映画ですね。はい、そんな感じで今ね外出自粛中につきね、家で過ごすことが多い方、このね ET を見てください。 ET 見ましょう皆さん、面白いですよ。というわけで次回もまた見てくださいね。チャンネル登録、評価、コメントお待ちしております。というわけで次回もまた見てね。グッバイ。こんにちは、タカチャンネルです。こんにちは、チャンネル登録してね。こんにちは、タカチャンネルです。こんにちは、コメントも待っています。